仏ですら三度なのに私はずっと許してる。仏は三度、私は何度も。え、なんでだろう。昔から優しいがんな。頭の中では結構悪いやつなんだけどね。ねえやめてよ、勝手に入ろうとしないでよ。勝手に許可なしに入るとか不法侵入だからね。早く仕事行きなよ。やっと意味ねって気づいて驚いてんじゃねえの。それで固まっちゃってるんすか。え、朝礼よ、ちゃんとしておいてください。焦らずに自分らしくゆっくりと行こう。これはフリースタイル、即興じゃない。毎日自分自身に言い聞かせた言葉。大丈夫、お父さんとお母さんは絶対なんとかするから。私が頑張れなくてごめんなさい。